橋人喧嘩屋台祭りは、京都府京丹後市丹後町橋人にて、毎年10月第2週の土日曜日の2日間に行われる祭り。2日目の午後には、太鼓屋台同士の押し合いぶつけ合い神事が行われる。その喧嘩屋台の激しさは他に類を見ないものであり、大勢の見物客が、その優壮さに見える。 京都府京丹後市丹後町橋人にて、毎年10月第2週の土曜夜と日曜午前、午後に、豊漁や豊作に感謝して行われる伝統の秋祭り。この祭りでは、みこしではなく太鼓屋台を担ぎ、大きさで分けて、大人用と子供用の太鼓屋台があり、それぞれ大屋台、小屋台と呼ばれる。大屋台を担ぐために据え付ける町中は、全長約20メートルにもなる。 真音には全部で6つの地区があり、地区ごとに大屋台と小屋台が1基ずつある。つまり、屋台は6地区、X2 基イコール合計12基ある。その6つの地区は、それぞれ地区の色が決められており、ハッピーの色などで見分けることができる。屋台の中心に位置する太鼓台には、大太鼓を置きその周りに2人の叩き出が座る。たとえ屋台がひっくり返って逆さになろうとも、 二人の叩きでは絶えず、太鼓を叩き続ける。屋台の四隅にはささかしいの木を飾り、地区によってどちらを飾るか決められている。屋台の担ぎ手は、良いさ、良い朝、良い良いの掛け声で威勢よく屋台を担ぎ、街中を元気に練り歩き巡行する。太鼓の叩きでは、伝統の太鼓拍子で、担ぎ手の足のスピードを調節したり、屋台の式をこぶする。 巡行中に他地区の屋台と鉢合わせした時は、屋台同士を横に合わせ、お互いを褒め称える意味で、屋台同士を上下に揺する、ゆすり合いを行う。祭り二日目の午後は十二期の屋台が二箇所に集結する。まずは、屋台同士のゆすり合いから始まり、翌年から小学校に入学する児童による、落ち子さんを広め歩きを拍手で迎えた後、屋台の激しい押し合いぶつけ合いが始まってゆく。 屋台をぶつけ合うことで、住民同士が互いに汚れを払う言われがある。なお、この祭り翌日は真王と小学校にて、町民運動会が行われ、祭りの雰囲気をそのまま持ち込み、地区対抗で競技を競う。ありがとうございます。